フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。リールから約3 0トルブルッセルから約1 0 6トルパリから約1 7 6六キロンドンから約2 5 8トル離れている。スヘルデ川のシリュースカルプ川が流れる。デュエの名は、かつてこの地にあったローマ時代のビラに由来する。デュエの神学校。17世紀デュエは、 カステルム・ドゥアクムの名で、フランドル博の領地として930年に、初めて歴史上に記された。950年、フランドル博、アルヌル一世は、初のキリスト教施設として、ドゥエーに、サンタメカミ学校を建てた。ウィリアム一世による、イングランド征服後、イングランドのブリッジウォーターの町は、ドゥエーのウォルター港にちなみ名付けられた。1188年以前に、ドゥエーに、 初めての検証が授けられた。1789年まで、ルエを治めていたのは、エシェバンの議会だった。1369年まで、数世紀にわたって、ルエは、フランス王国とフランドル博の間で領有が、争われ、その後フランドル領と確定した。そしてブルゴーに広告支配下のフランドル博領と、運命を共にした。1562年。 スペイン語をフェリペ2世は宗教改革と戦うためにドゥエイ大学を設置しその拠点とした。ドゥエイはカトリック信仰の中心となった。対抗改革時代、ドゥエイ聖書は英語に翻訳された。ドゥエイ聖書の写本はジョン・カイ・ケネディが大統領就任式で宣誓する際に使われたことで知られている。中世でドゥエイは羊毛の織物で栄えていた。 しかし1667年、ネーデルラント継承戦争で、ルイ14世がフランドルへ侵攻、7月23日から26日までの3日間、ボーバンは、リールと、ルエを同時に包囲した。1668年のアーヘンの和訳でフランドルは、フランス領となり、これ以後二度の世界大戦期を除けば、フランス領であり続けている。1716年、フランドル高等法院が、 ドゥエに置かれた。1718年、フランドル高等法院は、ドゥエにおける住宅建築。これにより、住宅の高さ、ファサードの外観が制限されるようになり、ドゥエの建築物は、フランスの様式が取り入れられたもので再建された。フランス革命後、高等法院と大学が廃止された。1790年、ドゥエは新たに設置されたノール県の県都とされたが、 1803年にリールへ移された。1802年、失政政府は、デュエーに、リセの設置を決めた。これが、現在のリセあるベールシャトレである。この時に、リセが設置されたのは、他に、ボルドー、マルセイユ、リヨン、ムーラン、当時のフランス領であったブリュッセル、マインツである。産業革命後、パリリール間に鉄道が敷かれ、デュエーはその路線の主要駅となった。 1891年、市街を取り巻く城壁の撤去が決定した。これが都市警官の新たな創造のきっかけとなり、旧市場の位置にはバルレ広場が作られた。1895年、スカルプガー運河が完成した。ドゥエーから避難する市民たち。1916年2度の世界大戦で、ドゥエーは甚大な被害を受けた。1940年5月には、 ドゥエー駅とその周辺が完全に破壊された。戦後、ドゥエーの炭鉱は国有化された。ウィエールボンチ炭鉱の本部がドゥエーに置かれ、1980年に閉山するまで続いた。石炭業界の発展の恩恵をドゥエーは謳歌してきたが、その結果として地盤の悪化による人化現象に悩まされている。主な産業はケミカルと金属工学で、 ルノーの乗用車組み立て工場があり、歴代の主力車種である R14,R11,R19、メガーヌ、セニック、タリスマンなどが生産されている。ドゥエは、フランス歴史と文化の町に指定されている。バランシエンヌモン、アラスモン、交渉、大砲といったかつての軍事施設の名残を留める。ありがとうございます。